様ですすああの千円カットってありますよね私の経営者仲間にも1000円カットっていう店舗を展開してる方がいらっしゃるんですけどもお客さんをね10分ぐらいで切ってくれるそうなんですよまあ、そうなってくると時間とお財布に優しいということでお客さんもねだいぶ増えてるみたいですで今回紹介するのがなんとね690円カットこういったタイプの店が 全国でで店舗ししてるらしいんですよね都道府県一つにつき20店舗以上あるって計算なんですけども実は私のね田舎の過疎地の近所にも私のところからねほんと5分ぐらいのところにあるんですよでいつ行っても690円のところ行列ですで4月以降約50店舗を急増してるってことでこの不況下にやっぱりね不況だからこそ 映えるビジネスってあるんだなと思いましたでこの10分カット1000円カット自体はもうね20年ぐらい前から私聞いてるんですけどもこんなに急増して長く続くとはね思いませんでしたねでこの上の方にあるね男性にインタビューしてるんですけどもカット8分で終わるんですよ、ね、だから忙しい人なんてすごくいいでしょで私の住まいの近所にも行列をなしてねこの 8分カット690円に並んでる人がいるんで、聞いたことがあるんですよ。どのぐらい待ってるんですかって言ったら、いや、2時間待ちかな。先週は3時間待ったよ。でもね、カット早いんだよ。10分もかからないの。だから時間がね、ないからに忙しいからね、ちょうどいいんだよって言ってますけども、なんか不思議ですよね。2時間とか3時間待って、カットが8分。それで時間効率がいいと思ってるわけなんですよ。まあ、あの、その方は冗談で、 私を笑わすために言われたんでしょうけどねうんまあとにかくこういう商売が流行ってるってことですまあ、私はねなじみの床屋さんに行って染めまで白髪染めまでやってたっぷり2時間ですけどもそう考えていくとコストの面で言ったら確かに安いんでしょうねでも床屋さんって何ていうのあのカットをしてくれる親父さんとのそのゆったりとした1時間2時間とかがなんか持ち味じゃないですかもちろん カットに時間をかけられないよとヘアサロンに人間関係とか求めてないよって方はこれでいいのかもしれませんけどねもね私の場合どっちかっていうとなんかその温泉に浸かりにくいようなイメージでねカットに行きますんでねだから短い時間よりもしっかりと2時間3時間カットに時間を使ってほしいなっていう気持ちがあります皆さんはどのように思われるでしょうかそれでは